ネモグラ、ネモグラシリーズやっていきたいと思います。2期目の半分、務めてきたということで、まあ本当に折り返しになります。でまず、シナギ王国から見ていきましょう。クォーターズで、メディアの反動。我が国で最も人気のある新聞の一つが、我々に対して批判的な行動、記事を書いているという内容ですね。経済予測はどうだろうね。まあ、公共でも不況でもないというところです。世論調査がわずか 10% っていうのがね、本当次の選挙、ちょっと勝てる気がしない。厳しいですね。選挙王国ですが、ここもね、結局世論調査の結果と連動する部分になってくるのかなというふうには思っています。では、やっていきましょう。また相変わらず厳しいけれども、国民受けのするものを、まあ、ある程度ちょっと高めていく必要があるので、どうしようかな。自由主義者なんかはね、諜報機関、武装警察、警察力、このあたりを一気に高めたことによって、かなりマイナスのインパクトが出てますよね。そしたらどうしようかな。今の支持基盤をちょっと確認しておきますか。世論調査の結果を見ます。世論調査ですが、まあ、農家はね、だいぶ、まあ、支援を入れたので、上がっているのかなと思うんですけども、どかどかっと下がっているのが、まあ、ちょうどこのあたりですかね。例えば、これは、中流階級。なんで下がってるのかっていうと、債務危機が起きてるしね。まあ、そうだよな。債務危機とか起きちゃった以上、中流階級、自営業者、あと宗教派閥なんかはガクッと下がっている感じがありますね。ビニール袋税なんかも良くなさそうですね。まあ、ただ債務危機だよね、一番大きいの。債務危機なんで、これをちょっとなんとか、いいもの、新しいものへと変えていく必要があるのかな。お金で見ていると支出は債務のリスクだよね。一番大きいの。収入源は政府の借入金だからな。消費税を上げても、まあ、中流階級から反発が増えるだけなので、これってクリアってできるのかな？ほんと謎だな。うわ、むちゃくちゃ下がってるもんね、この支持率。やっぱり一度下がった支持率を回復させるのは難しいね。まあ、とはいえマイナスになってるものをなんとかプラスに上げていくしかないからね。ゼネストだよな、ゼネスト。ゼネストをなんとか。してあげたいんですが、低収入に対しては民間住宅、公営住宅、このあたりは結構インパクトが大きそうですよね。健康食品の補助金。食料価格をうまく、どうだろう、コントロールしてあげればね、いいのかなと思います、ね。で、これにインパクトを与えるのが、まあ、国際貿易。じゃあ、国際貿易にインパクトあるものとしては輸入関税か。本税の引き下げとかしてみる。引き下げるとね、まあ、国内の生産者は競争力が、まあ、薄れてしまうというのももちろんあるんです。関税をなしはないでしょ。さらにちょっと下げて。一応これ輸入関税、解説読むと、なんかね、輸入品は、自国の経済に痛手となるようで、そうなんですね、今話したと。これは、地場産業が他国の競合による低賃金に合わせられないことによる、輸入関税は不公平な競争から、地場産業を保護することに寄与します。この政策の実行は自由貿易に逆行することとなり、諸外
不平不平等と見なされ、幸福安全を招くことが、という話。どうなんだろうな。今でもまあ、ただ単に将来なので、これを本当にやるのが、プラスに働くのかっていうのは、ちょっと思いますね。困りましたね。通貨の強さとかってもありかもしれないよね。まあ GDP がただカスだからね、今。やっぱ GDP をドーンと上げていくわ、すごいよな、これ。失業対策かな。いや、本当にね、考えても考えても何にも、これぞっていうのが出てこないので。中小企業への補助金をちょっと上げますか？そしたら。いや、またこれででもね、一気に、本当に。金が出ていってしまうんですけど、GDP をもう一気に押し上げよう、こうなったら。それが起死回生の策だ。科学資金の提供もマックスになってますね。なんで、他 GDP がドカーンと上がるような、買収の合法化。買収を、今こそ、合法化しよう。その時が来る。まあ、ただこれをすると GDP は上がるけど、保護主義者とか宗教派閥がもう、壊滅的になるね。なので、まあ実質、これをやると、ゲームオーバーですね。あとは、資本利得税、ガソリン税をちょっと引き下げる。ガソリン税を引き下げたら、多分 GDP は伸びるよね。伸びるね。まあ、伸びるよね。マイナスがなくなるよって話だと思うんですけど。よし。そしたら今回はもう GDP に徹底的にこだわっていきましょう。経済が良くなればもう、ある程度のことはみんな目をつぶってくれるでしょう。というところで、そしたらですね、もう、画面の左上に、政治力プラス6って出ちゃってますけど、もう6しかないので、一旦これで、次のタイム進めちゃいます。暗殺しないことを。自由主義者の陰謀論ですね、自由同盟。まあ、彼らが暗殺を仕掛けてこなければいいな、というふうには思います。自由主義者ね。産業大臣辞任。まあ、私のお連れの一声で、中小企業への補助金、マックス、やりましたからね。産業大臣としてはたまったもんじゃないですか。じゃあ、経済産業大臣なんです。さあ、誰がやる？やりたい奴は手を挙げろ。経済の、やっぱり、2がいいですよね。そうすると、金吾、柳本さん。彼は運輸経済交易が、まあ、希望の職で、ただ、同調がな、宗教派閥が、なんかすぐに辞任しそうだな。保護主義者はね、いいんですけどね、今我々の、主なバックボーン。そしたら、金吾、柳本さんは宗教派閥で危ないので、ここは、俊一吉岡さんにしておきましょう。頼むぞ、俊一吉岡。何？世界経済は不況に変わっている。マジかー。せっかく GDP 対策をやろうとしているのに。で、世論調査は 7% に下落。何がいけなかったんだろうね、7%。10% から7%。まあもうすでに絶望的な数字であることは間違いないんですね。それでも 10% からさらに 3% 落ち込んで 7%。ちなみに過去最低は 6% がありました。いやー、厳しいね。政治力21を使って GDP の、まあやっぱり上げる しかないからね、GDP。資本利得税。まあ、ただこれ有権者のなー。
評価はあまり得られないものをやってもしょうがないからな。そしたら新しいものを始めるわけだ。クリーンエネルギー補助金。やっぱり支持者がね、喜ぶものであってほしいので、マタニティ休暇はいいよね。これ、有権者の評判を悪く。あとは家庭製造助成金。家庭で 3D プリンターの習得を支援することで輸入品への依存を持っていない。あ、ちょっと 3D プリンター興味あるものを使ったことはない。どれくらい成功なものか、どれくらいのね、導入費用と生産コストで作れるのかっていうのは知りたいですよね。例えばスマートフォンのケースに、GoPro を好きな位置に取り付けたいとかっていうふうになったら、自分でスマートフォンのケースを作りたいなとかって思ったりすることはあるんですよね。ちょっと待って。労働の日、金融機関の祝日で、これも即実施。即実施です。ほんの少しだけ経済に負の効果を与える。まあ、だとしてもよ。だとしてもです。もうこれね、社畜の身としては、もう休みが1日増える。それだけで。もうハッピー度が半端じゃない。あとスマートメーターね。スマートメーターでも 100% だからね、支持率。で、あとは、若手企業計画。これも悪くないね。やろう。新しい経済の政策をね、ここぞとばかりに入れておけば、企業キャンペーン、これもやるぞ。みんなどんどん起業してくれ。今こそ。不況の波が襲ってくるんじゃないかという、このまさにこの時にこそ、しっかりやってもらえる。いいですよね。都市農業も悪くないよね。やろう。もうね、経済に一気に手こ入れをしていく。で、施策力7しか残ってない中で、全国企業委員会。これは何をしてくれるの？企業の関心に強い声を与え、大小様々な事業のニーズを把握することで確実なものにする。まあ、ニーズにタイムリーにフィットするサービスだったり、製品だったりっていったもののリサーチなんですかね。スマートメーター計画。これも悪くないな。よし、両方やろう。さあ、これでね、次回、支持率がどうなっているか、ちょっと見ましょう。興味深い。支持率は 15%。まあ、上がったは上がったけど、っていう感じだね。暗殺計画は失敗。よかったー。これ、警察力、情報機関、武装警察を強化した、まさに賜物ですよね。自由透明が、我々というか、僕に対して暗殺を仕掛けてきたけど、まあ、すぐ、ついに、終わったということですね。すいません。経済予測。まあ、これは先月の、まあ、前回とかなんですね。はい。こんなところでしょうか。じゃあ、続いて GDP の対策。さらに、行っていきましょう。まあ、GDP 下がってんだよな。ここでも、債務危機が起きてから本当に厳しい。で、新しい政策。税金対策をする。自家発電の助成金。ジャンクフード税。こんなのいらないもんね。教育税額の控除。これ入れたら瞬殺だろ。すべての手順。消え失せます。で、企業投資計画。合法ドラッグ税。ネット通貨の課税。自動課税。なんかこれぞというものがないよな。支持を得たいものの、もう経済で何かできることは完全になくなってしまった。地域と警察の連携、これだって導入コスト1でできる。超える。あ、わかったぞ。そしたら、支持が得やすいもので、かつ安いものを早速どんどん入れていくと。
もう何も考えず、福祉監査局、これも導入しましょう。政府による多額の福祉支援金を拠出した際には、制度が虚偽の請求書に利用されないよう監視し、予算が正しく有効に使われているか、確認しなければならない。まさに、そうですね。なので、これはやりましょう。よし。これで、みんなから支持を得ている、でそういう内容をどん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 入れていく。フードスタンプ。ポケモンスタンプラリーとかやりましたからね。フードスタンプとは国が低所得者や無職の国民にクーポンやスタンプを発行。あ、全然違うね。ポケモンスタンプラリーとは意味合いが違う。まあ、とはいえ、金は出るものの、これは評判が良さそうだ。特に低所得者。今はもう次の選挙で勝つことしか考えていない。とにかくね、みんなから評判のいいもの。どん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 。しかも安いものっていうのが重要ですよね。安くて評判がいいものを実行していくことによって、国民の支持を得ていきましょう。国を清潔にキャンペーン。国民がポイ捨てに罪悪感を感じるようにする。まあ、ポイ捨てはね、やっぱり良くない。結局、まあ、タバコもそうだし、唾を吐き出すのもそうなんですけど、自分家の前でそれやられたらどうなんだいっていうことを考えたら、自然的にできないですよ。普通に考えたら。まあ、これをやります。金は使いますが、今は選挙で勝つことを優先。すべてにおいて最優先。青年政治評議会、これもやります。どんな民主主義でも政治がどのように来ますか、何が政治を通じて成し遂げられるのか、私たちの子供に教えることが最も大事です。ね。こうやって、国民の関心をすべて集めに集め、次の選挙で勝つ。国立軍習慣。私たちの英雄や保護者は認められる必要があると。国立軍習慣、軍人は評価されたと感じ、公衆に勇敢な男性と女性が私たちの安全のために無事を切ってさらしている。ごめんなさいね。命を危険にさらしているかもしれないことを、まあ、示しています。まあ、国立軍習慣となってますけど、まあ、我々で言う自衛隊の、観艦式がね、この前だいぶ19秒。なんかちょっと最近言葉が、にゃ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 ってなっちゃってるのが、恥ずかしいんですよ。観艦式が、まあ事実上中止になりましたよね。台風の影響で。在宅勤務イニシアチブ。もうこれはね、もうほんと毎日在宅勤務にしてほしいよ、社畜としては。じゃあこれも入れましょう。はい。これで、ね、次の、期間にどういうプラスの影響が出るのか、すぐにね、支持率に跳ねてきてもおかしくないような、そういう政策をやりましたね。今度は保守主義者かよ。さっきは自由同盟とかっていう自由主義者から暗殺されそうになって、今度は保護主義者ですか。どっちからも嫌われてるって、もうある意味救いようがないね。ではクォーター報告を見ていってますが、じゃあ今回はここまでにして、次回おそらく3戦目、首相の道、最後の3戦目勝てるかどうか、3戦目に任命されるかどうかというところをですね、ちょっとクリアしていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにしていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。